支配者階級の役もええもんやね。今後のためにもいろいろと勉強させてもらいますわ。はあ、疲れた。あら、カオル子、お帰りなさい。ああ、クロハン、ただいまどす。ご家族が来てたんだっけ？なんだか、ずいぶんお疲れじゃないの。お疲れなんてもうやおまへんわ。お師匠はんにお母はんにお弟子はん、新幹線からわ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 ら降りてきて、カール工場さんの成長を見に行ったんて言いながら、結局みんな東京見物したいだけでしたわ。こんなことなら双葉はんにも来てもらったらよかったわ。あなたが来るなって言ったんでしょ。成長したうちをお師匠はんらに見せてくるって。言いましたけど。大変だった？そらもう、やれ銀座行きたいだの、浅草連れて行けだの、連れて行ったら行ったで、高いだの寒いだのわがままばっかり。カオル子そっくりね。お黙りやす！うちもう疲れましたわ。それだけ？は？振り回されただけで終わったの？よかったじゃない。ご両親、心配してなくて。はい？みんな、あなたのことを心配して様子を見に来てくれたんでしょ？でも何も聞かれなかったってことはきっと、今のあなたは大丈夫って思われたからじゃない？私のマモンが日本に来た時なんて大変だったもの。ちゃんと食べてる？とか、いじめられてない？とか。あなたがちゃんと成長しているって伝わったから、みんな東京見物を満喫できたんじゃないかしら。そうですやろうか。まあ、それやとええんやけど。とにかく一日お疲れ様。双葉に癒してもらえば？あの子、ずっとあなたのこと心配してたから。一人で大丈夫かな、カオル子って。心配しすぎなんよ、双葉はんは。ほら、行って行って。へえへえ。ほな、黒はん、また明日。ウタバハーン、帰ってきたで。足もんで。ああいうところは全然変わってないんだけどね、カオル子。なんや、ウタバハーン、向こうでえらい楽しそうに稽古してはりますな。そうや、あさんちょっと偵察行ってんの。情報活動は軍略の基本ってことで、ご褒美は成功してのお楽しみ。それじゃあお決まりやす。せやから、この舞台のテーマは戦争で引き裂かれた絆なんどす。カレンハン、分かってはる？分かってるよ。そないなことでええと思ってはるの？え、分かってるのによろしおすか。この舞台の主演はうち。うちがこの舞台の座長いうことや。自分の練習だけしてればええわけやない。脇役のカレンハンの心配までせなあかんのや。はあ、しんど。ちゃんと考えてるから大丈夫だよ。カレンハンのためになるように役作りの話もしときます。カオル子ちゃん、聞いてる？うちが演じるのは黒獅子の国の騎士団長。太陽の国の腐敗に義憤を感じて黒獅子の国に離反した正義を貫く気高き騎士や。
天道藩演じる騎士とは生まれた時からずっと一緒で仲良く暮らしてはったけど、戦場では敵同士。よよよ、悲劇的なお話やね。うちは天道藩にも離反を促すんやけど、天道藩の心は固くな。ついに二人は戦場で相まみえることに。あ、見つけたぞカオル子。おっとカレン、次なる獲物はカレンだったか。獲物？座長になったのが嬉しいのか、気合が入りすぎてさ、みんなにお説教して回ってるんだよ。でもみんなもう一年の頃とは違うだろ。だから無駄ってわけ。失礼やな双葉藩、カレン藩のためを思って役作りの話をな。わかったわかった、もうみんなもわかってるから、お前はお前のこと考えてりゃいいの。そうなん。それより天道と親別の練習するって約束してたろ。練習室で待ってたぞ。あと15分後の約束ですぜ。さすが天道藩やわ。カレン藩、役作りの話は後でよう聞かせてあげます。だからもういいんだってば。ごめんなカレン。いってらっしゃい。